どうもナオチンです。スターオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は昔の最強装備と新しい最強装備の性能を見比べてみようと思います。どれぐらい変わったのでしょうか。いきましょう。ちなみに試練の洞窟の装備はなしとして考えてますのでよろしくお願いします。それではまずはクロードの昔の最強装備ですけども、エターナルスフィア、これでしたね。今回も1周目は特にお世話になりました。攻撃力は1600なんですけども、追加攻撃がとにかく強い。そして新しい最強装備は新装剣プラネットティアですね。攻撃力が2900、そして効果はハヤテ、ブレーカー、オーバーロード、この3つの発生確率が2倍となります。続いてはレナ。昔の最強装備はエンプレシアですね。効果は特になくて、攻撃力が1220、魔力が300と、あまり攻撃しないのになぜか攻撃が高く設定された感じですかね。そして新しい最強装備はラブフォース。攻撃力が400、魔力が700と魔力がぐっと上がった感じです。そして追加効果もいいですね。割り込み、そして集中の発生確率が2倍となってます。術師としてはかなりいい装備ではないでしょうか。続いてはアシュトンですね。アシュトンの昔の最強装備はメルーファでした。攻撃力が1320で効果が微妙、HP がプラス 30% と、ある程度レベルが上がると全く意味のなくなる効果でしたけども、新装備は双竜剣双炎グレンです。攻撃力が2100とかなり上がりましたね。そして効果は非属性攻撃、そしてブレイク中の敵からのボーナススフィア排出量2倍、スフィアの数で能力が上がる隊列と相性がいいですよね。プリシスです。昔の最強装備はスドゥーガパンチ、当たってるかな読み方は。攻撃力は1600、そして追加効果はなしとちょっと微妙な装備だったんですけども、新しい装備はゴーゴーバーストパンチ、攻撃力が2400と結構上がりまして、追加効果もいいのがつきました。必殺技の与えるダメージが 200%、 MP 消費量も 200%、 MP が不足している場合は HP を消費して必殺技を放つ、こういう効果でちょっとこれは面白いと思います。次はウェルチです。昔の最強装備はこれ、刺し棒やんのかゴラーですね。攻撃力が2000、そして追加効果がなしと、ただただ攻撃力の高い武器っていう感じでしたけども、最強武器が変わりました。刺し棒行くぞオラーになりました。攻撃力が2500、500攻撃力が上がりまして、追加効果素晴らしいのが続いてます。バトルメンバーに男性がいると攻撃が必中になる、そして男性が2名以上だと敵の攻撃でひるまなくなる、そして男性が3名になるとなんと攻撃力がプラス3000、パーティーは選ぶんだけども素晴らしい効果がつきましたね。さあ次はレオンですね。昔の最強装備は古代の書物です。攻撃力が800、魔法力が380、魔法力がね全然上がってなかったんですよね。で効果は悪くなかったです。 MP 消費量マイナス 50% の10秒ごとに MP を 2% 回復、こんな能力だったんですけども、新しい最強装備は魔法力がなんと950までかなりアップしましたね。そして効果がこれは面白いかなと思います。バトルスキルが発動するたびに MP がプラス1、そして魔力もプラス1ですね。長期戦になればなるほど強くなるっていう能力だけども、術師はそんなに強くないから微妙なのかもしれませんね。続いてはノエルですね。昔の最強装備はデスファングです。攻撃力が1350だけども魔力が上がらなかったんですよ。追加効果は低確率で攻撃ヒット時に敵を即死させる、低確率ですね。そして即死無効、即死無効が必要なところでは使えるのではないでしょうか。そして新しい最強装備はナチュラリバイスですね。
これは魔法力が上がって攻撃力が下がった感じです。魔法力500はなかなかいいんではないでしょうか。そして効果も術師寄りになっていい感じですね。味方への紋章術使用時に 25% の確率で蘇生効果をつけるですね。これは意外といいんじゃないですか。続いて千里ですね。昔の最強装備はサイキックガンです。攻撃力が980、そして追加効果で攻撃が必中になる。で、攻撃ヒット時に自身の MP がマイナス2となってました。そして新しい最強装備はバリアブルボルト。攻撃力は1600と結構上がりましたね。そして追加効果もいい。ハヤテの発動時に攻撃位置へ瞬間移動する。そして攻撃時に衝撃波を発生させる。かなり攻撃的になりました。続いてはセリーヌです。昔の最強装備はドラゴンタスク。魔法力が360と全然上がりませんでしたね。やっぱり術師はちょっと不遇ですね。そして追加効果も微妙ですね。戦闘中のみ全ての紋章術のレベルが最大になる。これもう最大まで上げちゃったら意味がなくなるんですよ。それが新しい最強装備になるとかなり強くなると思います。魔法力が1100と、だいぶ上がりましたね。そして追加効果がこれはいいと思います。紋章術ヒット時に衝撃波を発生させるだね。次はオペラ。昔の最強装備はパルスボックス。攻撃力が1000、そして追加効果として低確率へ攻撃ヒット時に移動速度減少を付与。移動速度減少か。そして新しい最強装備が AAM ボックス。攻撃力が1450、そして追加効果いいですね。攻撃時に浮遊状態の敵全体に追尾弾を発射する。これは使えるんじゃない。エルネストです。昔の最強装備はナインテール。攻撃力が1280で追加効果が攻撃ヒット数プラス2と、なかなか分かりやすい性能でしたね。新最強装備はグロリアスソーン。攻撃力が2200とかなり上がりましたね。追加効果が必殺技ヒット時にバラを発生させて追加攻撃を行う。やっぱり追加攻撃っていいよね。次に行きましょう。ボーマンです。昔の最強装備はムーンフィスト。攻撃力が1200だけども追加効果が良くなかった。 HP がプラス 30%、 レベルが上がると意味がない。そして新しい最強装備はハートオブハート。攻撃力が2000、そして追加効果が HP が最大の時に受けるダメージマイナス 80%、HP 吸収のやつをつけるとかなり使えるんじゃないかな。そして最後はディアスですね。昔の最強装備はクリムゾン D。 攻撃力が1100とあまり高くないんですけども、追加効果で敵に与えるダメージが2倍、そして即死無効がついてまして、かなり強い武器でした。それが新最強装備になるともっと強くなります。攻撃力がなんと3300、そして効果として攻撃が必ずクリティカルヒットになる。これめちゃくちゃ強いです。はい、ということで今日は今と昔の最強装備を比べてみました。入手方法はそんなに難しくはない。杖だけ難しいかな。あとは結構簡単なので、ガシガシ取ってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。